今回は板野友美さん風モノマネメイク法を公開したいと思います。イエーイ。いろんなテクニックが入ってくるので、そこを注意しながら真似てって言ってくださいね。まずはセクシーターコイズのアイシャドウパレット、トリックモードですね。これのブラウンを使います。まずこのブラウンをアイホール全体に塗っていきます。次はザーチンがイメージモデルさせていただいてます、デヤナリのアイライナーです。もしアイラインを引くのが苦手な方はポイントがありまして、目頭からちょうど瞳の一番出っ張ってるところまで線を引いて、次は目尻からこうやって内側に向かってライン引くと綺麗なラインが描けるようになります。で最後目尻ですね、目尻のラインを作る。目尻からだいたい5ミリから7ミリぐらいですね。次はビューラーを使ってまつげを上げていきたいと思います。まずビューラーをする前に少し、アイラインを置いといてください。なぜかっていうと落ちやすくなるので、だいたい 2,3 分ぐらい置くのが目安です。ビューラーの描き方はまず爪を当てて引っ張ってあげるような、何回かにわたって C カールを描くようなイメージでやると綺麗なカールが出来上がります。カールをかけたらすぐにマスカラを塗ります。これを根元からしっかり塗っていきます。まつげを優しく撫でるようなイメージで塗ると綺麗に一本一本つきます。次アイブロウペンシルですね、ブラウンので、引き方なんですけども、正面を向いてこうやって引くよりかは顎を斜め引いて上を見るようにすると、ここの筋肉が硬くなって引きやすくなります。下目尻から内側に向かってラインを引いていくんですけど、その形がですね、葉っぱの先っちょのようなイメージでこういう流れを作るとより綺麗な垂れ目のような、目を描くことができます。はい、こんな感じですね。これだけでもだいぶ板野友美さんっぽくなったでしょ。これ大事です。アイブロウペンシルで引き終わったらブラックのリキッドアイライナー、これをさらに上から重ねるような感じで引いていきます。引き終わったら次はブラックのペンシルライナーですね、上の粘膜に埋めていきます。埋めることによってより目力が出ます。はい、次はアイブロウペンシルを使って涙袋の影を描いていきます。描く場所は一回笑って笑って、これできたこの影に描いていくんですけども、幅はちょうど瞳の幅より広めに中心の部分を描いていきます。次は綿棒でぼかしていきます。ぼかし方は下の方をどんどん削っていくような感じで細くしていきます。はい、ぼかしたら次コンシーラーを使って涙袋に塗っていきます。中心の部分をとりあえず軽く塗って、最後は指で伸ばしていきます。はい、次はメザイクです。二重の幅を広げていきます。板野友美さんの場合は山のある二重のアーチ感を出していきます。目頭から入って山を描くようなイメージで触ります。はい、こんな感じです。山がはっきりしてるの分かりますか。メザイクを塗り終わったらもう一回アイシャドウに戻ります。このアイシャドウとこの隣のブラウン、濃いめのアイシャドウを混ぜて塗っていきます。これもメザイクを避けながら塗っていきます。そして次リキッドアイライナーで目頭切開ラインを引いていきたいと思います。はい、こんな感じでチョンで大丈夫です。このチョンが結構大事だったりします。次は涙袋にツヤ感を出します。結構板野さんは涙袋がツヤツヤしているので、ラメライナーを使ってツヤ感を出します。塗り方は目頭から塗るんではなくて、このぷっくりしてるところ、まつげが生え始めてるところからこうやって塗っていきます。さっきリキッドアイライナー引いたところの一番下がってる部分まで塗ります。さらにさらに普段でも使えるメイク法で、ナメパウダーです。こちらすごい女子力の上がるメイクテクになるんですけども、この蓋に筆をつけて軽くつける前に払います。叩いて払ってちょんちょんちょんと叩くような感じで、すごいキラキラして女子力が上がるでしょう。はい、こんな感じになります。こうすることによってうるうるつやつやとした涙袋になります。マスカラを塗っていきます。これはもう普通に全体的に程よくなっちゃうように塗っていきます。次に本題に行きたいと思います。モノマネメイクでは眉毛一番大事でして、
本当に眉毛を完コピするだけでもだいぶその人の印象が出るので、ぜひ皆さんそこを意識しながらメイクしていきましょう。下の輪郭から描いていきます。平行眉になるようなイメージで描いていきます。上の輪郭も描いていきます。輪郭描いたら中埋めていきます。軽く目までぼかしていきます。眉頭の方を中心に向かっていくような感じでぼかしていくとグラデーションができます。はい、どうですか、こんな感じです。形は全然違いますよね、印象が。結構本当眉毛はその人のイメージを出してくれる部分なので大事にしてあげてください。次は余分な毛をコンシーラーで消していきます。これ先ほど使った涙袋に使ったコンシーラーです。アイブロウマスカラを塗ります。まず逆毛を立てるように塗っていきます。立てて戻してあげます。こうすることによって綺麗にしっかり根元からつけついてくれるので。次はノーズシャドウ塗っていきます。塗り方的にはここに V ゾーンができるようなイメージで塗っていきます。ノーズシャドウ着たら次ハイライトですね。はい、これはブルジョアのオンブルポピエール8番です。このハイライトすごくおすすめです。板野友美さんもちょっと滝川クリステルさんと同じく鼻の付け根から高い方なのでしっかり塗っていきます。はい、こんな感じです。最後に板野さんのイメージでも強いオレンジのチークを塗っていきます。マスクをしてる場合はこの紐から見えるぐらいまで塗っちゃった方がいいんですけども、もしマスクなしでいきたい方は塗り方にポイントがあって、板野友美さんってどちらかというとチーク普通こうやって塗るんですけども逆に下がってるんですよね。ここの位置はへこんでる部分に向かって下げて塗るようなイメージですね。マスクありの人はマスクから見えるとこまで結構がっつり塗ります。はい、こんな感じです。はい、全部のメイクの完成です。はい、完成です。どうですか、自分分け目すごいこだわってて、ここだいたいね6分ぐらいに分けて前髪のこの部分に若干ちょっと持ってきてるんですよね。やっぱね、髪型や衣装を真似てこそモノマネメイクなんで、まあちょっと難しかったかな。まあでも何回もねメイクを重ねることによってどんどん上手くなっていくので、ぜひザワチンのメイクマジックにかかっていかがでしょうか。ザワチャンネルでした。